はい、皆さんこんにちは。本日6月20日ですけども、先ほど朝10時から昼12時ぐらいまで JR 東日本の株主総会が行われてたんですけども、私は夜勤明けだったんで、会場には行かなくちゃ、ライブ配信で見てたんですけども、出席された株主の皆さん、お疲れ様でした。非常に残念な結果だったですね。第1号議案、第2号議案、第3号議案、すべて原案通り可決されてしまいました。非常に残念な結果ですね。会場で発言されてた皆さんも、全くその理にかなった当たり前の発言してたんですけども、それでもなんでそうなっちゃうのかなっていう、完全にそのおかしい内容ですよね。ライブはなんかパスワードとか入れてログインしてみるようになってて、なんですか、ライブのその録画とか、そのなんだ録画したり、他の人にそういう配信したりするのは禁止ですってなってたんですけども、やっぱりこのライブのその内容は広く一般の人に見られるととても恥ずかしくて とても恥ずかしい内容なんで、やっぱりそのなんか録画したり配信は禁止っていうことになってるのかなっていう印象ですね。恥ずかしくない内容だったら別に録画して配信してもいいと思うんですけども、なんかやっぱりその禁止しているような、とてもはは恥ずかしい残念な内容でした。実際その株主総会の発言者の中で、やっぱりその規制陽一社長はアルコールハラスメントをしているので、社長としてふさわしくないので解任したいっていう意見とか、あと株主総会の議事進行というか、その議長ですね、それも規制陽一社長が議長となって司会進行というか進めてましたので、この場にふさわしくないので解任したいという、そういう株主の意見があったんですけども、それについて規制陽一社長はこのまま規制陽一社長が会社の社長並びにその今回株主総会の議長として続けることに賛成の方は拍手をお願いしますって言って、パチ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 って言って、で拍手があったので、賛成多数として、なんですか、今発言された社長は退任すべきだっていうのはなしっていう結果になったんですね。ただそのなんか拍手が多いから、その可決されましたっていうのも人数数えたわけじゃないんで、それもおかしいと思うんですよね。まあそういうのシャンシャン総会とも言うんでしょうけども、発言した内容に対してその理にかなってないんですよね。でその後他の出た話題としては、東北新幹線の架線が垂れ下がって感電した話とか、あと東海道線の電車が電柱にぶつかって粉々になった話も出てきたんですけども、東北新幹線の架線が垂れ下がった原因は、本来金具と金具が離れてなければいけないはずの金具がくっついていたために、架線が垂れ下がってきたのが原因でした。で今までその実際作業に点検作業に当たる担当の方に教えるための説明が分かりにくかったために、現場でその点検をする担当の方が理解していなかったために、今回その金具がくっついた状態で架線が垂れ下がったっていうのが原因ですっていう話だったんですけども、あとその東海道線の電車が電柱にぶつかって粉々になった原因は、
まず最初に電柱に一定の力がかかり続けたためにひびが入って、そこから雨水が入って、でその電柱の鉄筋にその水が当たって鉄筋が錆びて強度が落ちたのが落ちて、それで電柱が折れたのが原因ですという話だったですね。でこの事故2つが起きたっていうのもやっぱりそのなんか規制陽一社長がアルコールハラスメントをしてもなお引責辞任しないことと大いに関係があるんですけども、常々その安全が第一って言うんですけども、結局それは実際嘘っていうことになってきますよね。社長トップ自らアルコールハラスメントをしてそれでも退任しないっていうことは、この会社のコンプライアンスっていうのは、まあ、その程度のものなんだっていうことで社員皆さんに認識されますんで、この状態では現場の人に点検の正しい方法が伝わらなくて、もしかして架線が垂れ下がることにつながるんじゃないかって思った人がいたとしても、まあいいんじゃねえのって言って安全は別にまあいっかって感じでそのまま安全じゃなくてもいや、どうせ社長もアルコールハラスメントしてるし面倒くせえからいいわってなっちゃうと思うんですね。ですから今回株主総会でこのようなまずその規制陽一社長が引責辞任しないということと、あとその事故の事例2つほど原因とか挙げてもらったんですけども、そのことを踏まえてやっぱりすごく残念な内容な株主総会でした。で、私がその株主総会でそういう議決権行使、多分今回3回目ぐらいだと思うんですけども、2回ぐらい前の株主総会の時も、やっぱその取締役としてふさわしいかどうかっていうことで、その時に原子力発電に携わった経歴のある方が取締役に選任されるかどうかっていうことがその議案に入ってましたので、やっぱり原発は福島の方で原発が爆発して、その JR の沿線の方もすごく困って、結局その常磐線も長期間運休になってたりとかしましたので、原発と JR の関係はふさわしくないと思いましたので、私はそこに反対したかったんですけども、その時の株主総会も全部原案通り可決されまして、その次の時はですね、裁判官が天下りしてそういう役員になるということで、それもその株主総会で選任するかどうかということだったんですけども、今まで私原発反対運動とか見てきまして、なんか再稼働していいかどうかっていうので、明らかにその再稼働しちゃダメっていう方がその理にかなってると思うんですけども、なんでそうなっちゃうのっていうような判決になって、でそれで原発が再稼働されたりとかするっていうようなことあるんですけども、それも裁判官が電力会社に天下りしたりすることがあるために、その電力会社に有利な判決になってしまうっていうことがあったんですね。ですから裁判官が天下りっていうのは良くないと思うんですね。例えばその福知山線で脱線して100人以上の方が亡くなられた事故ありましたけども、あれも運転手さんっていうか高見さんが全部悪いっていうことになって、日勤教育とかが行われてたっていうのはもう皆さん分かっていることなんですけども、それでもその上司とか経営者の責任は問われないということで、運転手が全部悪いということで片付けられてしまったんですけども、やっぱりその鉄道会社はそのやっぱその安全が損なわれると大きな事故につながりかねませんので、やっぱその法令は遵守して点検とか行っていただく必要はあると思うんですけども、そこに裁判官が天下りしていると、多少法令を破ってもそれで裁判になっても経営者は責任を問われなくて済むから、別にルールを破ってもいいやっていうことになってしまいますので、非常に
残念な結果だったんですね。で、今回は、木瀬洋一社長がアルコールハラスメントしたということで、やっぱりその木瀬洋一社長はふさわしくないと思って、第2号議案、反対した方がいいと思ったんですけども、振り返ってみると、今回、木瀬洋一社長は社長ということで就任したんですけども、これまでの以前の、あの株主総会でその原発の人とか裁判官の人がふさわしくないなって思ってた時もさりげなく木瀬洋一社長はあの社長じゃなくて副社長とかそういうそれ以前の立場であの取締役っていうことにはさりげなく名を連ねてたわけなんですね。ですから今回あの木瀬洋一社長がふさわしくないっていうことなんですけども、今までの事例に考えて毎回 JR の株主総会っていうのはあのふさわしくない人がその取締役に選任されるかどうかってなってるので、今回あの木瀬洋一社長以外で目立たない人でももしかしたら今後の株主総会であのふさわしくないということになってくるかと思うんで、あのとりあえずその人が悪いことをしているかどうか分かんなくて もう JR の取締役っていうのはそういうもんだったっていうふうに理解してもらって、今後の株主総会でも全部の取締役 その選任するかしないかっていう議案に対しては反対したらいいと思うんですよね。で、今回その、私はリモートとかの、あれですね、あのライブで見るしかないんで、その場での発言はできないんですけども、あの会場で発言されてた方、本当にお疲れ様でしたっていうか、言ってること本当に素晴らしくて、もう絶対木瀬洋一社長は退任した方がいいというか、もう引責辞任しなきゃいけないに決まってるんですけども、それでもなぜかシャンシャン総会で決まってしまいまして、やっぱりその JR というのはかなり大きい会社で、短い10両編成の電車が頻繁に来るような鉄道ですよね。で電車1両でも買うのに億単位のお金がかかるわけですから、個人の株主が全財産を仮に株買ったとしても電車1両分にも及ばない、まあ1両分だけでも相当なもんですよね。だからもうなんですかね、個人の株主が出して買えるというのは窓ガラス何枚分とかそんな感じですかね。とにかく個人の株主がいくら理にかなった発言をしても屁の突っ張りにもならなくて焼け石に水なので、今後もそのなんか日本生命とかその大株主の方に動いてもらうことに期待するしかないと思うんですけども、今回その株主総会になる前の段階で私皆さんにぜひともその日本生命の方にお客様のご意見として出してくださいということでお願いしたんですけど、ちょっと前に喋ってから株主総会当日までの期間が短すぎて結果には至らなかったと思うんですけども、今後とももしこの動画見ている方で JR の株主だっていう方は多分ほとんどいないと思うんですけども、日本生命使ってるって方は多分相当いると思いますんで、もし日本生命使ってる方は日本生命のお客様としての権利として意見を出してもらって、JR の株主総会の時には取締役選任の件では原案に対して反対してもらいたいということを日本生命の方に意見を言ってもらいたいですね。でまあ、いつもの通り私の YouTube のチャンネルはバードウォッチングがメインのジャンルになってますので、この動画見てる方で鉄道ファンの方は多分ほとんどいません、いないでしょうね。あと JR の株主っていう人だとまたますますその鉄道ファンの人よりも人数少なくてほとんどいないと思うんですけども、鉄道ファン以外の方、また JR の株主以外の方、ぜひこのチャンネルに高評価チャンネル登録お願いします。また今回そうですね、あれ JR の株の総会ある前に事前にその説明みたいな動画がその JR の公式の方の YouTube であったんですけども、前にも言いましたように JR 公式の
YouTube はコメント欄がオフになってますので、今日の株主総会出席された方とか、ライブ見てた方とかでもものすごい不満あると思うんですよね。愚痴りたい気持ちですごくいっぱいだと思います。私の YouTube はコメント欄オンになってますので、まあ、ここで喋っても何も なりませんけども、愚痴をぶつけていただければよろしいかと思います。それではまたお会いいたしましょう。高評価、チャンネル登録お願いいたします。失礼いたします。